教会会長の坂手洋二さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうも、坂手洋二です。立坂教会の会長は1年前に辞めておりますので、今は、立坂演出家としてやっております。私は演劇を仕事にしてますので、いろんなところに行くんですけども、特に海外に行ったりするときに、日本の人たちが海外にどう思われているかということをよく感じるんですけども、フランスとかで例えば講演会をすると、僕は日本政府の批判をします。で、そうすると、びっくりすることに、向こうの人たちは、やっと愛国心のある人に会えたっていうんですね。つまり自分の国をね、自分の国のガバメントをちゃんと批判できないような人に愛国心なんかないんだってことなんです。だから右翼の人たちあんな風にやってるけど、彼ら愛国心ないですよ、それで。僕たちは国っていうのは、自分たちが、人間が作った、人たちが集まって作ったということを前提に、私たちの国を今民主主義として一応感受しているわけですね。利用しているわけです。で、そのことで言いますと、憲法記念日ですから憲法の話したいけれども、僕が子どもの頃に憲法のことをどう考えてたかったことで言いますとね、やっぱそれは親たちや先生たちやお兄さんお姉さんたちがどういうふうに言ってたかというと、憲法というものがあるから今日本が平和なんだっていう言い方なんかしてませんでした。当たり前だったからです。憲法があるのが当たり前だったんですよ。で、憲法に何の疑いもなくということじゃなくて、憲法というのは法律の形ですけど、3つの大きな柱がありますよね。それは基本的人権です。人々にはちゃんと権利がある、一人一人に権利があるという当たり前のことがある。そして三権分立です。で、3つのセクションがお互いに見合っている。つまりそれは常にお互いを監視しているということじゃなくて、やり取りしているんです。会話しているんです。つまり行政も司法も立法も、そういう人たちがお互いにお互いの意見を戦わせて、お互いのことを見て聞いてコミュニケーションをするという当たり前のことが大切だということがここでは言われていると思います。一人一人に権利があって、一人一人がコミュニケーションを取ることができて、そして最後に喧嘩をしない、戦争をしない、人を殺さない、平和主義と今柔らかい言葉で言われていますけど、僕たちは戦争放棄とはっきりとその言葉で教育されてきました。で、そのことを受け入れてきました。何の疑いも僕は持っていません。今でもありません。だって人が人を殺すことが正しいっていう考えは理由を持っているからでしょ。その理由っていうのは、本当にその人がその人を殺したいんですか。何かの国であるとか主義であるとか、何かいろんな事情によって誰かが誰かの代わりをして殺せと、それは戦争でしょ。そのことは憲法というものや、あるいは戦後民主主義というものは、そういうことに対して完全に拒否してきたものだと私は思っています。そうですよね。ですから今ここで私たち集まってますけど、やっぱり残念なことに若い人が全然いない。これね、大事ですよ。僕は子供の頃に聞いたことを信じてます。で、子供だから素直に聞いたということじゃないです。間違ってないからだと思います。そして今僕がいろんなところに行きますと、戦争体験のあるいろんな外国の人たちがいます。インドネシアのここから2日半ぐらいかかったようなところに日本の歌を教わったと、2人の日本兵がずっといましたというふうなところがあります。そういう人たちからすると、日本というのは今どうなっているかみんな注目していますけど、戦争体験を持っている人たちが全世界から、日本からもなくなっています。で、要するに戦争体験があって戦争が悪いことだという言い方をすることを素直に聞いてくれる子どもたちはもういませんよ。で、私たちは想像力があります。さっき言った憲法の3つの柱っていうのは、個人がお互いにコミュニケーションを取り、相手を脅かさないでコミュニケーションを取るということを伝えている、それが憲法の精神だと思います。ですから私たちは戦争体験直接なくても、何かが正しいことであり、誰かが誰かに伝えたいことを伝えるという正当性において勇気を持ってちゃんと若い人たちに語っていって、ここに若い人たちがもっといないと絶対ダメなんです。これ僕怒られるけど言っても言います。そして今こうやって平和のことを抽象的に語っているわけではないと具体的なことを話していますけど、もっともっと具体的には、今皆さんにやっぱり言ってほしいのは宮古島です、石垣島です。南西諸島では自衛隊が配備されようとしていますけれども、これが本当に安倍政権と全く同じやり方で、その島の首長さんたちが勝手にどんどん決めていっています。日本政府と話をして決めていってしまっています。で、そこでも実際に石嶺かおるさんという市議が今年出まして通りましたけど、バッシングを受けています。で、皆さん本当にお時間ありまして、あと、経済的に許せば石垣島、宮古島に行っていただいて、自衛隊配備に反対するという運動を、これはもう数で押し切っていくしかないところもありますので、ぜひとも応援していただきたいと思います。
想像力と直接性と両方を持ちながらちゃんと憲法を守っていくということをやっていきたいと思いますし、そのことにおいて具体的に素敵な人たちとの出会いがありますので、もう本当に山城宏司さんが、まあ、今日来られなかったのは残念なんですけども、そういう意味では南の人たちと会って、若い人たちはそこの直接性で知ることもできますから、送り出すためにカンパも集めるなりいろいろしてもいいと思いますし、とにかく広げていかなきゃいけませんし、勇気を持って言葉にしていくということを周りの人たちにも言っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。坂手さん、ありがとうございました。